これさっきも話したけどさ、うん、ちょっとおかゆと最近喧嘩したんだよね。ね、なんで喧嘩すんの、そんなことでってことで。ふめちゃんのせいなんだよ。ね、人のせいにしないでよ。ふめちゃんが萌えの化身だから喧嘩になっちゃったんだよ。おかしいだろ、お前ら二人も萌えの化身だろ。ある意味、いやいやいや、ふめちゃんが姉属性か妹属性かで、うん、気がついたら口論になってて、あれこれ喧嘩してる、もしかしてスバルたちってなったよね。おかしいよ、なんでだよ、なんでスバルの喧嘩の原因が白髪なんだよ、おかしいだろ。フブちゃんが萌えの化身だから。萌えの化身、おかしいな。二人の姉でも妹でもないんだけど。うわあ、危ない。どうすんのこれ、気を失ったら。その一言でフブちゃん危なかったよ今。危なかったの、そんなことない。今その正論聞きすぎて、ここで気失ってたらマジでヤバかったよ、ふむちゃん。ヤバすぎる、それはまずかった、すまんかった。やばいよマジで、それはすまんかった。なんてことで喧嘩してんだ、もうやばい、笑ってる。あ、笑ってる、笑うな俺たちの喧嘩を。ふむちゃんこいつ笑ってます。俺たちの喧嘩を。ほんとで朝笑ってるよ。ふざけるんじゃないよ。でもふむちゃんは自分ではどう思うの。でもどの属性にも属してないけども、でもまあ一応キツネですから、まあいろいろバケバカある、バケさせれることはできるみたいな。やめて、そんなこと言わないで。どっちもあるよ。スバルの想像のフブちゃんはそんなこと言わない。やばい、ちょっとやばい、ごめんなさい、ごめん。フブキカゲキハが来てます、ここに。フブキカゲキハ来てた、怖すぎ。まあ姉でも妹でもぶっちゃけどっちでもいいよ。どっちでもいいの。あ、言っちゃったね。どっちでもいいよ。あ、言っちゃったね、ふぶちゃん。あ、それはまずかったかもしれん。じゃあ、姉ということで。これはこれはでも最近やった、みこさんとやったホラーゲームにさ、うん、あの、UNK っていうアイテムがあってさ、うん、あの、うんこって言うんだよね。え、うんこ、なんて。ちょっと待って。え、なんて言った。え、ごめん、ふぶちゃん。 UNK っていうアイテムがあってさ、はいはい、うんこって呼んじゃったよね。やっぱうんこって言ってたのびっくりした。ふぶちゃんがうんこなんて言うはずないっていう。今自我との戦いがあったんだけど言ってたわ。アンノーンなのかな、なんかちゃんと日本語翻訳されてなくてアンノーンになってて、はいはい、アンノーンの上3文字で UNK ってなってて、うんこやんつって。それやっぱうんこなんじゃない。切れ味のいいうんこやったな。いやだ、そんなこと言わないで。ふぶちゃんは大事ね。僕たちの萌えの化身なんだ、そんなこと言うわけない。言わないか。うん、やばい、ごめんごめんね、理想のふぶちゃん押し付けちゃってたから、ちょっと今ごめん、ファンとして失格だったわ今。